去年の夏はプロデュース48の撮影していて、うん、とっても暑かったのを覚えています、うん、プロデュース48、はい、オーディション番組、はい、私たちのアイズワンが誕生したオーディション番組がプロデュース48っていうので、うん、去年撮影してました、はい、とても大変でしたけど、うん、なんかその時本当に一生懸命練習したことで、うん、今アイズワンになれました、うん自慢したい特技を教えていただきたい、はい、続いてイエナさんいかがでしょう。私は、はい、曜日を日本語で早く言えることです。ちょっと お願いしてもいいですか、はい、ぜひ。ケチカ水木金土日可愛い、なんか可愛かった、早かった確かに早い早い、可愛い可愛いありがとうございます、はい、本田さんいかがでしょう、はい、自分のお腹を自由な時に鳴らせることです。ちょっと聞いてもらってもいいですか。おお聞こえた、こういうのが聞こえた、はい、どういうことですかこれ、よくお腹が空いてグーって鳴るっていうのとほぼ一緒の音ですよね。そうですね。あとはなんか意識してなくても勝手になっちゃうことがあるので、だからたまにすごい恥ずかしい思いをします。これは特技ですよ、なかなかできない。続いて宮脇さんが自慢したい特技は、はい、50% ぐらいの確率で人の血液型を当てることができます。 50%? 何、基本的に血液型は4つしかありませんよ。徳永さんの血液型を当ててください。徳永さんは声のトーンとかからして A。お正解は当たってます。当たってます。すごいすごい、 A っぽい感じが、はい、じゃ仲間さんは、仲間さんも A。 当たってんじゃん。正解です。すごいです。今のところ声のトーンがやっぱ、声のトーンが全然声のトーン違いますよ。全く二人の声のトーン違うけど申し訳ないですけど、じゃあ、モネちゃん、モネちゃん、私長いんですよ、さくらちゃんと。そう、お友達なんで、はい、あの地元、私も鹿児島で、うん、同じミュージカル教室に通ってたんです。そうか、そうか、はいはい、知らないんですけど、ちょうどいい、ちょうどいい。でも性格知ってるから、うんうん、一番当てなきゃいけないってことだよね。一番当てて欲しい。ここで外すとちょっとなんか今までが水にあるんだけど。二つあります。一つでお願いします。A っぽいですよ。性格が、うん、でも B っぽいところもあるんですね。ああ A か B だと思うんです。さあどっちかにしましょう。A。さあどうでしょう。どうぞ。A B です。あーでもあーそうか。A 型っぽくもあり B 型っ